これです。羽じゃない。これ羽だったら羽かもしれない。あ、よかった。おじちゃんが歩いてる横でピッてやったらおじちゃんびっくりしよう。それであれ切れたんでしょ、上にやんな。あ、そうなの、うん、なんで水飛んできたの。だからこの空欄とがうちの車に飛んできたんですけど、どういうシチュエーションかよくわかんない。そんな自信でしょ。そんな短期な事件が怖い。なんか椅子が置いてある。ないね。そんなことで切れるって逆に思っちゃう。どんだけそんなの切れた人いる。無理やね。そう。あ、でもこの間あれだわ、100均行った時に、うん、なんかほらすごい年寄りが引いてるさ、なんか杖代わりになって椅子にもなるカートみたいなのあるじゃん。うん、慎重に出てからの話。左上に、ちょうどめちゃくちゃいいのがあったね。そのカート、はい、おさ狭い道をさ、そのカート持ったばあちゃんが通った時に、でそこで商品見てたおばさんの足にそのカートがぶつかったらしくて、はい、なんかすげえ汚れたみたいな。すごい怪我そうな顔して、足の汚れすげえこう払ってて、こうやってすんげえ陰湿の顔してて、そしたら、あ、やっぱりそのばあさんに言いに行くんだと思って、ちょっと当たりましたよ。あ、いや、でもね、すごい感情を殺してて、あ、ごめん陰湿な顔してって、はい、ちょっと開けれなかった。あ、なんでしたの、陰湿の顔してごめんねって言ったの。うん、違う、陰湿な顔してたからそういう風に言うのかなって私も思ったの、うん、これねって危ないんですよって、こういう口調で優しく言ってた。絶対感情を押し殺してた、あのおばさん。御所神社なんて、なん？なんか5回ぐらいこうやってたよ、私。俺もそれを見てんねんって。いや、なんかあったら止めるか天井を奪わなきゃいけないなと思って。御所神社ね。ケイちゃんはアクサ。お前はデブさ。僕の歯磨いてあげたんだよ、さっき。うん、デブがやんないからね。そういう口約束すらも守れないのにさ、何を勝手に入れる。さっきも何かクソで。ケイちゃんのものまねします。プルプル。いいじゃないんだよ、クソだわ。ババ。え、こんな時間かかんの？やべえ。やば。こんな時間かかんのか。いや、これ早く行っても、いや、変わるよ。高速乗る？まさか。たまには。いや、頑張れ。もう、ここで今歩行者完全見えなかった。今見たの。マジこれ怖い。あ、じゃあ助手席にいても気づかなかった。今渋滞してんだな、じゃあ。ってことじゃん。まあ、まずここが渋滞してんだ。
これで買えなかったら泣くよね。誰かさんのせいで。はいはい、どんどん、ね、多分5時頃とかになってくるから、もっと増えてくる。これさ、まだいいけど。誰かさんのせいで。ボバさん。そう、多分。そう、あ。目が悪いんだ。お前は有権利ねえんだよ。で、高速道路乗るか。これで高速道路混んでたら危ないよね。でも高速乗っても言われたけんだよな。そんな、僕ねねねねね、見て見て、ふんまげ、うん、が頭についてるしかもね、ラバマゲ、うん、かせてちょくちょくこれ十分できないじゃん、しかもそれできないやつじゃん、だって壊れてるじゃん。これ壊れてるじゃん。やべ、とっさに持ってきたやつがねえし、俺。まあ、日頃の金が悪いからそんなんで。ないなぁ。ゲームだから。
充電できるはずですよ。あ、できた。うん、大元の問題だから変えなきゃね。それね、それ10年ぐらい使ってるの意味ないよね、これじゃ。うん、まあ、作ってると思うよ、メルカリさん。うん、あ、ケイちゃんの Wi-Fi 切れちゃった。あ、それやめて。あんたトリマーは、トリマー、そう、トリマー使っちゃう。トリマー使ってるからさ、嫌なんだよ、すげえ使われるから。じゃあ使うよ。ほんとクソアプリ。あんな一気に2日であんなに減らされて 30.33 が減るってびっくりしちゃった。1日でおかしくない？なんかちょっと前の車のテールランプが緩みみたいに見えて。あ、でも夜の七曲がりとか行けるから嬉しいな。うん、いいんじゃない。急走便だって。変な走り役に見えた。いやー、わかんねえよ。まあ日曜だからね。曲でも聴きながら。あ、これ私の嫌いな人が出るのかと思った。もうそれぐらいトラウマになってんだよ今。だってあれか、わかんないかもしれないけど、あなたに評価しなくちゃ。あ、してないの。まだできねえでしょ、どう考えても。だってさっき携帯ずっと言ってたじゃん、家の。いやいやいや、無理でしょ。で、携帯をいじって、いじって、クソだ。Wi-Fi 繋がってる割には全然拾ってくんないの。なんか重いよね。なんでだろう。この Wi-Fi 最近クソなのかな。3月で終わるんでしょ。あ、やべえ。あっちも手が乗せた。何？ iPad。切り方はどれ？よくわかんない CM。 本当？あ、違う切り替え方。もう閲覧終わりましたよ。どれだっけ？これか。音と決みになってた。この度はありがとうございます。あ、ごめんごめん、やってくれてるの、ありがとう。椿ライン逆に早く行きすぎると変なクソ邪魔なチャリがいるからいいよ。ほんと邪魔なんだもん、あいつら U ターンしてくるし。なんかさ、引き殺しそうになったもん、この前。うわ、お前そこで U ターンすんだよ。なんかさ、あとバイカーも多いし。なんかあっち側のさ、ロードバイカーたちさ、ほんとマナーうんこだよね。うん、高尾山の人たちが寝てくれるんだ。スマホ眩しい、それ。これ反射してるってこと？うん、嫌だな。我慢我慢。ちょっと迷惑。我慢。高速になってもいいんだかな。街だから？いや、いや、いや、別に乗ってもいいけどね、行きだけだったら。大丈夫。何をしたかった？ピッ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 
ちょっとあんなに2時間以上変わるんだったらちょっと気持ち、さすがにね、気持ち揺らぐよね、うん、だってただ降りるとこちょっと変えるよ。あ、全然それは構わない。うん、小田原付近の降りる、うん、そこは本当にいいよ。渡郎から足柄で自己渋滞、自己渋滞があっても、この2時間以上も変わるんだったら、うん、か1時間ぐらいしか変わんないんだったら、うーんってなるけど、これちょっとね、心揺らぐ時間の変わり方だよね。あ、これ、ETC に書いてますよ。え、大丈夫？あ、まあ、期限は12月いっぱいだったんです。そう、ダメだったらやばくない？元気になっても大丈夫だよ。